動画の辻をご覧の皆様、こんにちは。2010ミス小樽の高坂亜美です。私、2010ミス小樽の高坂亜美が藤崎で開催している第3回小樽物産と観光展をご紹介します。12月3日から12月12日までの10日間、藤崎本会7階催事場におきまして、第3回小樽物産と観光展を開催しております。会場では港町ならではの新鮮な海産物はもちろん、お惣菜やスイーツ、ワイン、そして工芸品など豊富に取り揃えております。イートインコーナーでは小樽を代表する寿司店日本橋のお寿司をお楽しみいただけます。また新登場のメルカードの絶品ベーコンや、昨年も大人気の洋菓子店甘党なども登場いたします。小樽の魅力満載の物産展となりますので、ぜひお越しください。幼い頃に仙台に住んでいたので、とても懐かしく思います。仙台の感想は、北海道と比べてとても暖かく過ごしやすいと思いました。仙台名物の牛タンを食べるのがとても楽しみです。小樽の魅力は海の幸や山の幸など食べ物がとても美味しいことと、ガラスや運河など観光のおすすめの魅力もたくさんあります。おすすめの観光スポットは、現在小樽で25日まで開催されているロングクリスマスに合わせて運河がライトアップされているので、とてもおすすめです。先ほどもご紹介いたしました洋菓子店甘党さんのマロンコロンが私も大好きなので、ぜひ食べてください。食べ物では小樽駅構内立ち売り紹介の海の輝きというお弁当がおすすめです。特上イクラにウニがお花畑のように盛り付けられた贅沢駅弁です。小樽ワインもとても美味しいですよ。また会場内では小樽雪明かりの道愛のフォトコンテスト入選作品展や、小樽の鉄道パネル展も開催しておりますので、ロマンの街小樽の魅力を十分にご堪能いただけると思います。小樽の美味しいものや工芸品などたくさん楽しめる第3回藤崎小樽物産と観光展は、藤崎本館7階催事場にて12月12日まで開催しております。これを機会にぜひご来場ください。お待ちしています。